はい、今回は筋肉の動きを見せるために上段になってやりますが、ご容赦ください。このマシンですね、胸と肩を鍛えるマシン。今回はリアショルダー、肩の後部について説明していきます。まずこのアーム、アームを B の1にセットしてもらい、シートに座ってもらいます。で、持ち手についてはこの内側の方のグリップを握ってもらい、胸をこのシートにつけ、少し肩を前に張り出します。そうすることによって肩の筋肉が伸びますので、しっかりと入ります。で、後ろに肘を張ったまま後ろに引く、伸ばす、後ろに引く。で、少し前傾になってもらうと肩に入るの で、これが背中まっすぐになってしまうと背中の方に入ってしまうので、なるべく前に押し出す感じで引く。肩の後部だけに意識して引く。で、戻すときはなるべくゆっくりゆっくりゆっくり戻し引く。そうすると肩の後部、ここですね、ここに効くので、ぜひやってみてください。